はいどうもこんにちはクレイです。よろしくお願いします。さあということで今回は昨日予告しました契約書大開封会やっていきたいなと思います。はいということで動画の中でね契約書開封をがっつりやるのは久々なんじゃないかなと思います。というのもですね、キャラバンの、先日生放送もやりましたけれどもそこで、久々にがっつりと走りまして S ランク 30% 等々たくさんの契約書を集めてきました。でも内訳ももはやわからないぐらいの契約書の量があるんですけどおそらく S30% が多分12枚ぐらいかな、あるんじゃないかなということで、まあ、その辺の、開封をメインにやっていきながら、まあ、結果次第では昨日から来ているドラフトスカウトっていうところを、回していくっていう流れでやっていこうかなと思ってます。であとはまあ今日15時でね、この辺のシンクロスカウトとかクイズスタジアムミニの更新もやってきたっていう感じでございます。でまあ冒頭からね左上でしたと思うんですけどリーグ覇王のなんか調子も地味にいいですし、まあ、まだ言っても初日なんですけど、まあ、そこに弾みをつけられるようにもね、まあ、いい結果が今回出せればいいなというふうに思っております。じゃあ早速行きましょう。はいということで契約書開封やっていきたいと思うんですけどその前になんで今開封をするかって話なんですが、まあ、割とですね S ランク、まあ、今回サードが追加になったところも含めて欲しい選手が増えたっていうところがまず当然1点で、あとはさらにですね、まあ、S ランク 30% 契約書っていうところでもし仮に S が引けなかったとしても今年の今ここまでの A ランクの排出っていうのが個人的に結構理想な感じで来てくれていて限界突破をしたい選手そしてシリーズ1でもうすでに出てるところの S ランクの A ランク選手っていうところがかなり出てるんですよね。直近3度の追加はもうこれあえてなんじゃないかなっていうぐらい、もうグランドオープンで S ランク出た選手たちが追加になってるので、まあ、そういう意味でもかなりもう今手元にある S ランクの選手たちを即戦力で育てやすいっていうねいうメリットもありますので今回ここで開封していこうかなと思っております。まあ、契約書開封結構迷ってる方特に A ランクとか S ランクとか、迷ってる方多いと思うんですけど、まあ、割とねグランドオープンで、S ランク選手集まったよとでその選手たちの限界突破がちょっと厳しいなっていう方とか、まあ、オーダーで使いたいんだけどなみたいな方は、まあ、今ね、ガシガシ開けていくのは割とオーダー強化に繋がりやすいんじゃないかなというふうには思っておりますのでお勧めしたいです。はいということで、やっていきますか。とりあえず何から行こう。ゴールドから行くか。ゴールドから行こうかなと思います。ゴールドも何枚あるんだろう。もうもはや分かんないよな本当に。でもそんなにゴールドはないかな。 B 契約書がもうキャラバンでとんでもなくこれもだいぶ受け取ったんですけどそれでもまだこんだけ残ってるんで一応ゴールドが手元にあるの9枚かな。まあ、結構動画外で負けちゃってるんでまあここはサクッといきましょう。さああんまりここ最近ゴールドではいい引きをした記憶はないが、まあ、A ランクでも引けたらいいかな。 A ランクでも純粋に引けたらハッピー。おーい来たマジか。9で出る。さあじゃあ誰が出るかお願いします。いきなりここで、まあ、一番の今日のピンポイント狙いは岡本選手です。やっぱ当然昨日引けなかったんでね。さあ3枚目。お宮城選手の A ランク嬉しい。宮城選手の A ランクも全然なかったんでありがたい。さあ5枚目。おー高浜選手もこれ3枚目ぐらいかな。まあ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  S ランク出ただけ OK でしょう。ありがとうございます。まだ下にあったわ。9枚受け取ってなおまだ出てくるゴールド契約書があった。5連。まあでもさすがにこれは出ないかな。出なそう。まあ相手にすみません。はい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 。まあさすがにそうでしたね。まあで A ランクもめちゃくちゃあるんですけどまあここも一旦割愛します。はいもうちょっと多すぎるんでってことでもう S いっちゃいましょう。 S 契約書確定してるやつを2枚かな。ドリームキャラバンとホームランダービーの2枚確定してるのは2枚入れましょう。まあここでまずいい引きしたいね。とりあえず DeNA の選手たちで持ってないところかまあ岡本選手あとはそうだな今出てるところで欲しいの菅野選手が欲しいかな。さあ行きましょう。誰が出るかお願いします。2枚チャレンジ1発目。さあ誰が出るか。おおマルテ、まあ、マルテ選手も全然 OK。 ベストナイトタイトルホルダーね狙ってたけど引けなかったんで A ランクもしっかり待機してます。 OKOK。 また阪神純正強くなる。さあ2枚目誰が出るかお願いします。はい。何それ。まあまあ今言っても S ランクまだそんな枚数出てないですけどにしてもすごい確率よこれで。ちょっと自チームを巨人に変えてまいりました。巨人に変えてですね自チームの S10% みたいなのあったよね。これかスピちゃんのハッシュタグ投稿キャンペーンプレゼント 10% もう他ないかな。 10% 1枚か。じゃあまあこれいきます。まあ放送でね、まあ、頑張って解説させていただきました。解説者報酬ください。お願いします。いやーないか。 S割れて、いやーないか。どう
じゃあ行きますか。今日のメインディッシュ 30%。 ちょっと改めて枚数確認します。12枚ですね。やっぱり12枚ありましたので、まあとりあえず2枚からいくか。とりあえず2枚と10枚で分けたいと思います。まあ最初の運試し、気楽にここは、まあもちろん出てほしいけど、いきます。2枚、12枚一気に引けたらめちゃくちゃ美味しいけど、まあ今回ちょっと使用上できないということで、まず2枚ここでとりあえずです。お願い。おー出た、よっしゃー、引いた。さあ、あとは1枚か2枚か。1枚目。あー、まあさすがに2枚引けなかったか。比嘉選手の絵なんかからの、誰が出るか、お願いします。はい。おー、T 岡田選手、オッケー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 。T 岡田選手も TS 待機で、結構絵なんかずっと貯めてあるんで、まあこれ極めて4000作ってもいいな。オッケー。オリックス引きでしたね。じゃあ行きますか。残り10枚。まあ今すでに12枚のうちの2枚を引いて1枚は出ましたんで、12枚で S0 っていうね、さすがに悲惨な、一番最悪な悲惨な形は回避しましたが、いや久々にやるなこれ。 30%10 連って多分なんか1回配布でコナミさんがめちゃくちゃ大盤振る舞いしてくれた時があったと思うんですけど、それ以来かな。ドリームキャラバンこんなにガチったのもすごい久々だったんで、まあ一応アーカイブ残してあるんで、ぜひね開封の模様、ボックスのどんぐらい引いたらこんなに S ランク 30% が集まったかとかは、まあ見ていただけるといいかなと思います。じゃあ行きましょう。今日のメインお願いします。いや緊張する、何度やっても緊張する。やっぱこれ行きましょう。お願いします。まあ結構頑張ったよマジで、あの1週間、本当にお願いします。まあキャラバンはね個人的にも好きなイベントなんで、まあ楽しんでもちろんやってますが、まあとりあえずこの10枚の中で1枚以上確定したね。よかったよかった。さあ行きましょう。おー、1枚目クルニマさん。まあ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 、1枚目は静かの幕開けと。さあ、残り9枚。はい。いやー、出ないか、谷本さん。からの。早い段階です、欲しいな。はい。うわー、違う。4枚目。いやー、来ない。半分終わっちゃう。はい。おー、来た！おー、加藤選手。日本ハムもよく引くな、このシリーズ。まあ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 、1枚出ましたね。さあ、残り半分。6枚目。いやーない。あと4枚。7枚目。いやーない。あと3枚。ちょっと待って。確率負けしそう、これ。とりあえず、あと3枚のうちに2枚来てくれて、やっと確率通りか。いきます。はい。いやー来ない。まあでも、ロメロ選手の絵いいか。オッケーオッケーオッケー。S 欲しいな、ロメロの。残り2枚。はい。いやーない。ラスト。さすがに出るっしょ。お願いします。ってことで今回はドラフトスカウト回していきたいと思います。 S ランク 30% 契約書なんてものありませんでした。いきましょう。ちょっと、いやマジで悲惨だな。 30% あんな引けないか。過去のね S ランク 30% 10連シリーズぜひ見ていただければと思うんですけど、一番いい回で多分なんか5枚ぐらい引いた回あったんだよな。S ランク 50% やんみたいな話した回があったと思うんですけど、おお来た。こっちで運を揺り戻していく。そして高梨選手の絵嬉しい。いやもういいよ。うん、結局俺はエナジーを使えってことなのかもしれない。もう運営さんからのメッセージを受け取りました。さあもうここで岡本さんが出れば全てハッピーですと。さあどこで来る。8枚目。はい、まあそんな甘くないですよねと。まあそんなに甘くないよプロスピは本当に。まあただとはいえね、言ってもそのキャラバンの 30% っていうところも、まあ今回 S 出てくれとお祈りしながらもちろんやりましたけど、まあ言ってもね、そのキャラバンの美味しさは個人的には S を求めて走っているというよりかは、まあ A ランク B ランクっていうところのね、素材がガチャ回すよりもよっぽど美味しく集まって、まあ、あとは集会もそんなに苦じゃなくてっていうところなんで、まあまあ良きかなと、うん、自分に言い聞かせたいと思います。さあ22連目。いやーないか。ちょっと少なくとも自チーム巨人の2位が引けるぐらいまだ引きたいな。なんだかんだ結構引いちゃいそうな気がするけど、ただ高梨選手の A ランクがめちゃくちゃ個人的に欲しいんで今なんで、そういう部分ではもうそこが今回確定であるんですよね。4位の自チーム新選手確定のところがあるので、わさっきのところ1回リセットしてもよかったな。まあいいや、エナジーが足らん。まあでもなんかね、ドラフトスカウトで岡本さんを引かせた後にエキサイティングの岡本さんがワンチャンありそうな気してるんよな、個人的には。まだ巨人出てないですもんね。いやなんかありそうな気してんのよな、ワンチャン。去年は岡本さんと丸さんだったと思うんですけど、いや今年もなんか岡本選手2連チャンありそうな気がちょっとしてる、個人的には。前回エキサイティングの予想、お佐々木朗希選手の絵なんか来た、嬉しい。予想動画出したと思うんですけど、あのところには岡本選手入れてなかったと思うんですよ。
ただそれも通常の岡本選手はこんなに早く出ると思ってなかったのもあるんで、まあここで通常を出してきたってことは逆になんかエキサイティングあるんじゃないのかなっていう気がちょっとしてきているところもある。いや純正の方はねすごい頭悩ませるんですよね、こういう追加のポジション、特にその特別レアリティがまだ確定してない球団がなおさらね、DeNA とかも先に分かってる球団は早めに分かってると、まあ割かしこの後例えば牧選手が来てもエキサイティングで取ればいいかってなると思うんで楽なんですけど、まあ、そこが本当に難しいよね。さあ、いやーちょっと S ランク止まったな、レンチャンで結構出たらいいなと思ったんだけどな。高梨さんの A 早く引きたい。あーないか。いやーでもなんか毎年春先のドラフトスカウトは沼ないイメージあるわ。丸選手をなんか巨人初バージョンで巨人バージョン初めての丸選手を引いた時も結局、ね、天井ぐらいまで行って、自チーム巨人で引くドラフトスカウトにあんまりいい思い出がないのもあるな。はい、オール B。 ニユキチ目入れてきました。もうちょっと早くお願いします。いや出ないな S。 毎度あり毎度あり。いやもうニユキチ目ももうラストよこれ、お願い、もうさすがに出てほしいです。いけ。いやでも改めて今の自チーム巨人マジで激アツだな。丸選手、菅野選手、岡本選手に勝つ高梨選手も出てるんですもんね。自チーム S あったら今マジで巨人で引きたい。というか自チーム S の部分をドラフトスカウトで早く引かせてくれマジでお願い頼む。おお宮城選手ね、カーノ。はいはい、ということで三遊吉目もう出そう。これで S 出たら終わろう。もういやもうこれだいぶ尺長くなってます。契約書開封から含めてもう30分弱ぐらい取ってる。行こう、そろそろお願い。苦しい苦しいよー。あー出たー、苦しんだら出た。長志くんに苦しみが伝わったようです。さあもう出そう。バッド演出もファン演出もなかったけど、どうどう。いやなぜそこを引くんだ。多分これ自チーム引いたと思うんだよな。惜しい。むしろまだ持ってるところの方が少ないし、未所持当たってくれたらめちゃくちゃ全選手惜しい感じなのにな。いやーまあそんな甘くないと。プロスピは甘くない。今日は皆様にそれをお伝えする動画でした。ぜひ楽しんでいただけたら高評価チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。